それではストレッチポールエクササイズを始めていきましょう。ストレッチポールの端に座り、ゆっくりと仰向けになっていきます。まずは呼吸のワークです。手のひらを天井に向け、ゆっくりと胸を開いていきましょう。腰が浮かないように注意してください。この姿勢がきつい方は手を開く角度を小さくし、徐々に広げていくようにしましょう。残り10秒です。息を吸うときに少し背筋を伸ばすのを意識してみましょう。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いて体を左右に揺らすワークです。足を少し開き、床と水平に体を左右に動かしていきましょう。ストレッチポールが背中の筋肉を刺激し、柔軟性を高めてくれます。また倒れないようにバランスを取ろうとするため、体幹のインナーマッスルを活性化することができます。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いて肩甲骨の運動です。前習いをするように両手を90度上げましょう。肘を伸ばしたまま天井に向かってぐーっと伸ばしていきます。同様に肘を伸ばした手を天井からゆっくりと下ろしていき、伸ばして持ち上げてを繰り返していきましょう。この時腰や頭が浮いてしまわないように注意してください。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いて床磨きの運動です。手のひらを床面に向け、円を描くようにゆっくりと動かしていきましょう。この時肩甲骨から動かすのがポイントです。巻き肩方向に肩が浮いていかないように、まずは小さく動かしていきましょう。慣れてきたら徐々に動かす範囲を広げてみてください。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いてのワークは床磨きを反対回しに回してみましょう。同様に手のひらを床面につき、円を描くように動かしていきましょう。まずは小さく動かしていきながら、徐々に慣れてきたら動かす範囲を広げていきましょう。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いて手を横から開く動作です。息を吸いながら手を横から上に持ち上げていき、息を吐きながら元の位置に戻していきましょう。手の通る位置はできるだけ床面に近いところを通すように心がけてください。5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。続いてバンザイの運動です。肩幅に開いた手を上下に動かしていきながらバンザイをしていきます。バンザイをした時に腰が浮かないように注意しましょう。息を吸ってバンザイをし、息を吐きながら元の位置に戻していきましょう。吸って吐いて、5秒間の休憩を挟み、次のワークに移っていきます。最後はプルダウンの運動です。バンザイの状態から肘を脇腹に近づけるようにしていきましょう。肩甲骨をしっかりと引き寄せることがポイントです。肘は床面に近いところを通すように頑張ってみてください。この時腰が反りやすいので注意が必要です。以上で8種目のワークが終了になります。最後にもう一度深呼吸をして体の状態を整えていきましょう。手のひらを天井に向けるように、二
リラックスをしてゆっくりと深呼吸をしていきましょう。1目目に実施した呼吸のワークの時より、より深く呼吸ができているのを実感できるのではないでしょうか。それではゆっくりとストレッチポールから降りていきましょう。すぐに起き上がるのではなく、背中と床面をなじませるようにゆっくりと呼吸をしていきましょう。それでは両膝を曲げて横向きになり、手で床面を押すようにゆっくりと体を起こしていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。今日はこちらですね、ストレッチポールを使った猫背改善のための仰向けでできるエクササイズをいくつか紹介をさせていただきました。猫背の、ね、ある方はストレッチポールに乗るだけで少し痛いなっていう方も中にはねいらっしゃるかなと思いますが、徐々に体を慣らしていくとですね、今日紹介したワークはただただ気持ちよくて、ただただリラックスできるようなエクササイズになってますので、その辺まで持っていけたらですね、グッドですね。はい、で引き続きこのチャンネルでは今日紹介できなかった別の姿勢でのストレッチポールエクササイズなんかもですね紹介していこうと思っております。今回の動画が参考になったよとか、またねやってみたいなと思う方はぜひね高評価ボタンをいただけるとすごく励みになります。そして引き続きですね、猫背に特化したですね健康情報をお届けしていきますので、お見逃しのないようにですね、ぜひ皆さんチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思っております。はい、それでは今日はですねストレッチポールのエクササイズを紹介させていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。